こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ホーフ G3 トラック支援、競輪もいよいよ最終日、12エース決勝戦の予想を行っていこうと思います。12エー決勝戦の予想です。こちらですね、4対2対3の3分線に分かれました。 地元勢が変則な並びになっておりまして、期待のルーキー113キロ宮本に、6番の川端、1番の桑原、さらに、5番の荒井が短期でなく、この4番手でこうします。さらに、桐山竹内、高久保山本、松岡。この3分線ですね。 まあ非常に難解な予想になるんですが、私は、えー、ですね、ちょっと地元のナービーを嫌って、近畿の高久保が積極的に行くと思って、その番手、えー、の山本が番手から出る競争で、えー、を本命にしたいと思います。はい、詳しく見ていきましょう。えー、こちら。 12レースを決勝戦ご覧の9人のメンバーとなっております。えー、地元勢も桑原、宮本を2人乗ってきましたね。特に宮本113期で、えー、ルーキーチャンピオンを優勝しております。そ,その次の場所、今期なんですが、1、えー、着1着で決勝に勝ち上がってまいりました。 桐山慶太郎や高久保祐介はどのように対応するのかというのが魅力です。またですね、宮本番手は桑原じゃなく、あの、機動力タイプの岡山の川端なんですよ。これもどう影響してくるかですね。はい、えー、ご覧の3分線になります。こちらがですね、 えっと、8番、宮本が前を回りまして。えー、なんと番手が、川端。岡山ですね。ちょっとこれが気になりますね。で、桑原、新井。新井は4番手なんですよね。短期ではないというところも結構気になるところです。さらに、南関と、というか東勢ですね。 神奈川の桐山と、7番、宮城の竹内。さらに、近畿勢ですね。4番、高久保、9番の山本、3番の松岡健介。となっております。うん、並びですね。あの、地元勢の並び。正直、あこれ、宮本桑原で並んで、 川端が3番手か、もしかしたら宮本の前で引っ張り役。もしくは、まあ、川端と荒井。もしくは、川端、荒井とも短期というのも考えたんですけど、荒井、えー、っと、が4番手につけて、素直に4人、素直じゃないですけど、 アラは短期じゃなく4人で並んでるんですよね。しかも前はこの並びということで。うん、ただですね、宮本、ピンピンで結、えー、いい勢いで、あの、決勝に乗ってきたのに、引き出し役になるっていうことになると、ちょっともったいないなという気がするんですよね。やっぱり、 山口地元ですし、かつ競争に、が、できる、ん、じゃないかな、と思うんですね。もしくは前、あの、普通に前を回って、高久保に挑戦していってもいいんですけど、そうはなってないっていうのがちょっと、まあ、あるとしてもやっぱりここ豊富ですから、川端が引っ張って宮本となったんですが、やっぱり113キロルーキーなんで、 遠慮しちゃったんですかね。まあ、荒井がやっぱり4番手、あの、そのまま短期じゃなくつけるということもあって、ちょっと宮本が行って、川端が番手まくり、えー、桑原、新井が続くという流れなんですけど、ちょっと宮本、せっかく上がってきたり、その役目はもったいないなっていう気がします。で、 えー、まあ、霧山、竹内は東なんですけど、よく連携している南関と北日本なんですが、残りの3人の近畿勢も二段掛けなんですよね、これは。えっ、ー、と、山本、新一も自力タイプなんで、高久保、山本。これもですね、えー、年齢はあ、高久保の方が下なんですけど、 奇別としては、高久保の方が先輩、山本慎一が後輩ですね。ということもあるんで、まあ普通に、まあ、競輪はあの年齢ですけど、そうですね、先輩が前を回ってもいいんじゃないかなと思うんです。 で、まあ、山本じゃなく高久保だということは、もう、これは、やっぱり高久保が先手を取らないとどうしようもないという感じはありますよね。なので、宮本がもし積極的に行くとしたら、高久保も行くので、まあ、潰し合いも見込めるのかな。そうなると、まあ、桐山、竹内をまくりもあるのかなという、 まあ、気はしますね。ただ、そんなに、単純に叩き合いまで行くかな。高久保が、行くとして、宮本、やっぱり自分で勝ちたいという気になってくるんじゃないかなと思うんですね。そんなに、あの、徹底先行、先行しかないというわけじゃなくて、裁きもできますので、 それを、あの、機関車として使うのは、やっぱり何度も言う通りもったいない感じです。そこは、桐山も悩んでるんじゃないでしょうかね。ただ、もし宮本の番手が桑原だったら、あの、普通に中断なん、中断で、えー、っと、宮本もやっぱりルーキーなんで、積極的に、 挑ん、あの、近畿の二段掛け挑んでくるでしょうから、その後ろから、まくり、勝負というのも、叩き合ったとこをまくり勝負というのを桐山考えられるんでしょうけど、宮本の番手が川端ということで、川端やっぱり自力選手なんで、ここを桐山が狙ってきた一発で、宮本を飛ばせるんじゃないかな。で、宮本も、比較的粘れる競争ができるんじゃないかなっていう。 気がします。準決勝も宮本の番手競りありましたからね。それで乗ってきたは竹内智彦だなんですが、やっぱり宮本の後ろという位置は欲しい。これからのためにあの欲しい位置ではあるかと思いますね。まあ、そこであまりにももつれると、やっぱり近畿にやられるので、 流れ次第ってことにはなるかと思うんですけどもちろんあの高久保山本は行ったところで番手というのも流れ次第ではあるかもしれません。まあ、ただこちらは3社ですし、えー、西勢は4社ですので桐山の気持ちになったらどっちが番手行った方が番手行く可能性が高いと言ったらうんやっぱり西の方ですよね。 えっと、川端、岡山なんで、地元地区ではありますが、山口ではないんで、番手に行く理由付けが、桐山にとっては、立ったのではないかなと思います。えっ、ー、と、バック回数は山本新一がトップですね。えっ、ー、と、桐山は9回、結構取ってるんですね。最近桐山すごく積極的。実は、あの、初日、 ま、組み立て方として、桐山を本命にして、桐山が積極的に行くと思って、その番手の和田健太郎が本命なんじゃないかなと思ってて、ま、桐山、負けはしましたけど、ま、あまくり合戦なんかあったから、あの、9着にやばいはしましたけど、確かに先行策を取りましたね。ま、ただ、 もうちょっと、あのー、早い、食うペースを上げておけば違った結果になったかもしれないんですけど、やっぱり自分が残りたいという気持ちもあったのか、うん、し正直、叩いてきた時に、えー、小川が、小川かな、小川が叩いてきた時に、えー、っと、それで、 ようやくペース上げた感じなので、そこで、そうなるとやっぱり並走になっちゃうんで、小川の番手を桑原も、まあ、行くしかないっていう感じでまくり打ちましたからね。そうでなければ、結構一本棒の方が、桐山にとっては良かったんじゃないかな。まあ、和田健太郎もチャンスあったんじゃないかな、と思います。 まあそれはともかく初日積極的な競争を桐山がして、うんと、いうのはやっぱりここの布告、最後はまくりで仕留めるっていう感じですかね。まあもちろん、番手に取りに行くという策もあるんですけど、川端が、も宮本が抑えていったらもう、行くしかないですよね。まあ、宮本のペース次第なんですけど、 霧山が行く可能性はある。一方、近畿だったらもう素直に中断狙いですよね。というふうに予想しております。えー、っと、スタート回数は荒井が4回ですか。うん、桑原かなと思ったんですけど、荒井が行って、結局西勢が前取るというのもありですよね。まあ、荒井がそこまで犠牲的精神あるのかなっていうのは感じますけどね。 この並びだったらもう、なんだろう。地元をさておけば、地元山口ってことをさておけば、荒井がもう先まくり打つっていう展開もあるんじゃないかなとは、思います。調子も悪くないですからね。準決勝も1着取ってますし。まあ、本来短期近い方が、あの、実力発揮できる感じはありますよね。ああ、長くなってしまってますね。申し訳ないです。 えっと、ちょっと地元税、悩ましいですよね、このメンツは。二社単のオーズ見ていきましょう。23時32分前在ですね。え、こちらですね。まあ、地元税とか、霧山から売れると思ったら一番人気は、山本松岡は9番サンバなんですよね。 宮本をまあまあ植えてますよね。まあ、これ、は、あ、違うわ。6番1番なんだ、これ。ええー、そうなんだ。なるほど。つまり宮本が引っ張って、なぜか、順地元でない川端が勝つと、番手まくって、桑原がさせずに勝つと思ってるんだ。ああ、いや、ちょっとこれは、どうかな。 川端はまだそこまでの、うん、実から実績はないと思うんですよね。S1 にはなってるんですけど、今97点。なんで、準決勝こそ3着で決勝に残ったけれども、まあなんとか粘ったけれども、うん、そこまでの、 安定性、性確実性はななないいんんじゃないかなと思うんですね。まあ、簡単に、桐山と山本にか、かわされちゃいましたかね。まあ、山本が川端の番手にはまったとはいえ、あの、川端が番手まくったところを押し切れずに山本、桐山と続いたところ、続いた両者にかわされちゃったというのは、ちょっと川端、 まだまだ、ここで優勝するには家賃が高いんじゃないかなと思います。で、9番3番も2番人気なんですよね。意外と、オッズ、どうなのかなまあ、高くはないですけど、極端に安くはないっていう感じですかね。まあ、このオッズは、 まだ変動する可能性はあります。ただ、6番から結構、売れちゃってるんですよね。これちょっと6番のオッズは、まあ、変動があるとはいえ、美味しいか、美味しくない感じはありますよね。ならば、桑原刺しちゃった方がいいかと思うんです。一応、16よりも15じゃないかなと。いくら、あの、33で直線短い抱負といっても、 正直、そんな簡単にいくかなっていう気はするんですよね。川端が、川端の力は足りないんじゃないかなと思います。そんなこんなでですね、えっ、ー、と、予想ですね、ようやく、えー、15分経ってしまいまして、お待たせいたしました。えー、こちら、まあ、あの概要でも触れたんですが、私の本命は、えっ、ー、と、 近畿の二段掛けで山本真一です。まあ、やっぱり、うん、八番一番、五番で並んで、六番がなんかすれば、八番一番六番とかで並んで、五番が短期とかだったら、うんと、やっぱり宮本の勢いが生きる競争になって、一八八一とか、 一の頭から、えー、いろいろ流してたんですけど、やっぱりこの並びは地元にとっては、そう良くない結果を招きそうな気はするんですよね。やっぱりあんまり理由のないサンドイッチ、まして、かばた6番車ですからね、やっぱりここ、あの、 霧山をついてくださいっていうようなもんですから、下手すりゃ高保が番手ハマるケースだってないわけじゃないですからね。そういうことも含めておくと、ちょっとこの並びは、新井が4番手こうしている。 からといって、むしろこうしてるから、うんなんか嫌な感じはあるんですよね。なので、まあ、もう、それに比べた近畿はわかりやすい。もう、高久保が積極的行きますよ、と。京都京都ですからね。やっぱり走り方、お互いわかってるはずなんで、 山本慎一の初日にちょっと下手打っちゃいましたからね。結局、南が自分でまくっていって結構びっくりしたんですけど、ええー、南って全然、あの、マークの決まり手の方が差しより多いぐらいだし、た、縦より横のタイプだと思ってたら、なんか、初日特戦まくり打って、一着。山本慎一が、あの、インに詰まって、空いたところ、 あのコースをすり抜けて追い込んで2着というよくわからない結果になってちょっと山本新一、反省しろとか思ったりしたんですけど、まあ、2日目はうまく一取りに行きましたよね山本新一一取りに行くの本来うまい選手ですから準決勝が本領発揮のレースなのかなと思います。 まあ、調子はそんなに悪くないですよね、山本慎一は。高久保も同様で、うん、うん。4番車としてもなかなかいいんじゃないかなと思います。で、松岡も当然悪くない。うん、やっぱり、どっちかといえばい、買いやすいというか、わかりやすいのは近畿税なんですよ。なんで、近畿。 え、高久保が積極的に行ってくれるとして山本。特に松岡健介への93本目。折り返しもあるかもしれないですね。まあ、確率は低いですけど、松岡山本あたりも、の差し目もあるんじゃないかなと思っております。で、あと桐山ですよね。やっぱり、この後ろ中段いると、まくり追い込みとか、 ああるかももしれまません宮本が4番手はまっちゃう可能性もありますよねいろいろあのごちゃついた時に川端が桐山に攻められてごちゃついたりした時にもしくは桐山単純に後ろで惑わされて終わった時に宮本4番手とかあるかもしれないですそうなるとやっぱり宮本勢いありますからね 普通に仕掛けてもなんか宮本が二段掛け食っちゃう。今力は、可能性は十分あると思うんですよね。なので、桐山と通りに宮本も逆転の候補として挙げておきました。それから、竹内も結構調子いいんですよね。決勝にも乗りましたし。 その伸びもなかなか良かった。それに、ここは最近の場所、校長続いてますからね。まあ、目立った縦の伸びはないんですが、やっぱり校着順っていうのは、あるんで、乗ってると思うんですよ。追加とはいえ、それだけの実績がありますからね。竹内も、霧山が仕掛けて、霧山がダメだった。二段、二段掛けで発信されて、 不発に割った場合でもコース縫って突っ込んでくる足はあるんじゃないかなと思ってます。また、洗いですよね。えー、4万手といっても、やっぱり洗いの本領手短期で、まくり追い込みとか、縦の切れですから、となると、まあ、宮本がある程度、まあ、中断取ったりすることが前提ですけど、 うまく、いつの間にかスイッチしたりして、あの、突っ込んでくるんじゃないかなというのは思います。また、桑原も、やっぱり地元の維持ありますからね。だから、宮本が、まあ、良くない結果になったとしても、そこで諦めずに、今の桑原、結構いいですからね。あの、奈良、 記年では幕霊横に見せたり、今場所の初日、えー、小川慎太郎番手からバックで、小川慎太郎が行けずとみマクリ打ちましたからね。なので、まあ結果は三着だったんですけど、調子いいと思います。はい、のびのびと走れてる印象あるんで、一人でんで、 松岡かわして突っ込んでくる目もあるんじゃないかなと思います。どちらにしても重きを置きたいのはやっぱり、はっきりしてる、近畿をやっぱり交換色ですね、えー。二段掛けということで山本、松岡を中心に上げてみたいと思います。はい、えー、ここ、長くなりましたが予想は以上になります。 はい、えー。皆さんお付き合いいただきありがとうございました。えー、ぜひぜひ、えー、チャンネル登録よろしくお願いします。えー、高評価もよろしくお願いします。えー、ブログ、ツイッター説、明欄にアドレス記載してますのでよろしければ見てください。またこの画面、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間がありましたらそちらを見ていただければ。 嬉しく思います。はい。というわけで、えー、ちょっと長くなってしまいましたが、えー、豊富 G3 トラック支援競輪決勝戦予想を送りいたしました。果たして地元勢は優勝できるのか、えー、宮本の走りも注目です。それに対する近畿勢や 桐山やまの東勢も注意したいと思います。非常に見どころの多い決勝戦となります。果たして誰が優勝するんでしょうかご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。